あバルサ・セビージャ見ましたね。もうほんと、バルサの質タコ殴りっていうか、セビージャもうかわいそうになってくんだ、あれ。あれこそちょうどこの話と、あれ合わせるとサラリーキャップの地獄ですよね。いや、無理だってあの戦力じゃいくら散歩ーリーが良くないっつったってさ。いや、もうせ、バルサ・セビージャ見たらさ。 だって本当にもうねな、何、どこで勝っちゃいいの、セビージャっていう。もうワンチャンずっとハイプ、なんか、ハイプレスの掛け所とか決めてさ、やったらいけるかもしれないけど、ラキティッチ出てましたね。そう、いやでも前半、あ、そうそう、前半頑張ったけど、あの、頑張りもさ、ある程度、あの、バルサの、ちょっとしたミスとかがあって、ありがたいぐらいの感じじゃん。 きついな、ずっと回してさ、ずっと回されて。で、あれも相手強くなって、ああいう5バックとかやられたら、多分バルサまた崩せない現象が起きますからね。ウィングとサイドバック、相手のウィングバックとか1対1になった時に、クンデが気を利かして上がるとかしないだろうし、今のシステムだと、ガミに中入って、ジョルディアルバ外取ってるからみたいな、そういう、あの日本代表を崩せなかったスペイン代表みたいになりますよね。本当に、今季はもう本当、 マドリードとバルサどっちが取りこぼししないか対決になってて、であと、相手のチャンピオンズリーグになって、チャビ・バルサ進化問われて、あ、今季こそいけそうだねって、開幕数節見て僕思うのか、いや、今季もやらかしてんなこれって思うのかっていうだけでもう、あとは、バルサは生還って感じですよね。いや、レバンドスキーとかえぐいよね、本当に。イーガーに関してはまんべんなくクラブに金の雨が降ってほしい。<laughs> レインメーカー。いやー、っていうか、あの、パーセンテージなのがおかしいわ。 そしたらね、だって、収益の何パーセントまで、60%から70%まで、選手のね、お金に当てていいんでしょそしたらね、もともとの規模が違うバルサとレアルが、それは勝つじゃん。いや、本当にあのプロサッカーはいかにたくさんお金集めて、いかにうまく使うかっていう戦いですから、シュワを強くしようとしてから、今後ね、ちょっとあの、今日、レオザ学園の方でも発表したんですけど、いい選手、何名か加入するんですよ、スカウトの。 果実りというか、まあ、選手たちが来てくれてみたいなとかあの、セレクションとかね、あってとかいうので、そう直近の練習試合とかもね、6-0とかで勝てて、普通に質が良くてみたいなし、初川セのメンバー良くて、でもそれって何かっていうと、その他の、あなていうか、他の社会人。 のクラブより、まあ、お金使えてとか僕自身がそこにちょっとフォーカスしだしたからで実際はねこうあの一般の人で誰でも来ていいですよっていう時にはやっぱ勝率低かったわけどからそれはバルサマドイ勝つってあれだったっていうかそれをルールで勝たせやすくしてんのって何なんっていうのはありますねで組んでいいタイミングで上がってるけど曖昧だしうん組んでに関してはね昔よりは全然いいですけどね張りすぎたりとかないけどただまあ節々に感じる不器用さはあるしまあそれをねそれを含めて身体能力高いねでいる選手ですからね ポーズディレクターが回ったから変わったからお金使ってもユーベは強くない。あ、そうそう。だから、いかに集めるかと、いかにうまく使うかの、うまく使う方が下手ですね。で、今、チェルシーだとトットポーリーがそうなりそうで。逆に、集められるところで言うと、もともと資産が少ないけど、使い方がうまいのが、トニー・ブルームのブライトンっていう。